よし。フルフラットのノンソルト 4.8インチ、 3.8 インチは持っていたんだけど 4.8 インチがついに発売開始になったってことで、これは通常の塩入りブルフラットね。で、ノンソルトね、これまあ釣れるんだろうけども、どんな感じかってのをちょっと今日は使いながら試しながらね、やっていきたいと思います。で、ソルトインとはまたちょっと違った感じのカラーラインナップがあるのも魅力で、で 3.8 の時でも感じたんですけど、非常にもっちりとした触り心地。ブルフラットノンソルトっちゅうだけあって、ノンソルトの浮力を生かして、ちょっとすごい浅いところなんで、ノーシンカーリグで 4.8 の重さを使って、固めの竿で飛ばして泳がせる釣り。おお、すげえ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 、ボイルしてないのね。食ってるけどちっちゃいな。ボイルしてた。見てるよ見てるよ。
よし。よっしゃ。おてへい。見えます。ノーシンカーで仕留めたり。いやー。はーい。ノーソルト来ましたよ。ねえ、これ塩が入ってないモデル試してみたところ、真夏のゴム太バスね、最初ライトテキサスでやってたんですけども、あー、ちょっともっとねゆっくり沈めたいと思って、ノーシンカー重りのついてない状態にしてですね、ボイルのバスに合わせたら思わず食いついてくれました。これのソルトが入ってない特性を生かしてですね、ボイルしたバスにピピピピピって感じでね、やったら釣れてくれました。おかっぱりだったらいいサイズじゃないんですか。じゃあね、ちょっとサイズだけ測ってすぐ逃がします。サイズは44センチぐらい、45センチないぐらいですね。ここの線が45センチだから、はい、じゃあね逃がしてあげます。はい、でタックルはね、このホワイトウルフ、ロデオクラフトのホワイトウルフ17ポンドにジーニアスプロジェクトのグラビアスっていうリール、それに、プロロの16ポンドラインでフルフラットのノンソルトをこんな感じでノーシンカーにして、でボイルとかした上ずったバスの斜め後ろからスズズッと入れて、で興奮状態にあるバスの目の前にパンと落として、でもノンソルトだからふわーっと見失わないように定点保持させてバクって食わせる、こんなパターンでした。じゃあ引き続き頑張ります。はい、というわけで帰ってきました。これついにね買うことができたんですよね。ブルフラットのノンソルトマテリアルの 4.8 インチ、先にね 3.8 インチを買うことができて、あーなんか全然動き方とか違うなーなんて言ってね、それで釣ったりもしてたんですけども、大好きなノンソルトでの 4.8 が出たので、早速ねおかっぱりで持って行ってみて試してみたところ、いいバスが釣れたよっていうことで、でまあね、どんな感じのルアーなのかね見ていきたいななんて思うんですけども、こんな感じのねルアーなんですけども、触ったらねこうだいぶね、あと針を刺す時にすごい感じるんですけども、従来の塩が入っているモデルよりムチ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 してるんですよね。うん、なんかね独特の柔らかさというか、それでもってまあ見た目はねそんなに従来のモデルと変わらないんですけども、針にリグって投げてみるともうねその差が歴然、まあどっちがいい悪いっていうわけではないんですけども、なんだろう、ノンソルトな分ですね、非常にこうパチコーンと投げた後になんていうかこう沈まないんですよね。表層付近をまあレンジキープしやすいなっていうのがあって、だから浅い釣り場、水深がものすごい浅い釣り場なんかでバスの目線より上にね、ルアーをレンジキープしておいて、で上ずらせて食わせるとかね、そういったのが得意なのかななんてまあ感じたわけなんですが、とにかくね沈むのがこういうねゴツめの針をつけても遅いっていうのがあるので、で今回ですね、あの見えバスがいたのでそれに向かってね、ノンソルトモデルのノーシンカーね、このノーシンカーで、トライしてみたところですね、あこれはそっか使いやすいなって感じた釣れ方だったので、ちょっとねまとめておきたいななんていうふうに思います。まずねこう落ち葉を外して、で岸際に見えバスがいたので、まあそーっとね向こうが警戒心を入れない距離まで近づいて岸際に入れてみます。でねバスのね背後から忍び寄らせて、そしたらねこの1投目でまずはね、まあ、ちょっと誘いをかけてみてるんですけども、バーッとねこう口が開いてですね加えたんですよね。でスポーンと抜けてきちゃったっていうことで、すぐにまた岸際に向かってですね投げて、まだねバスがね、ルアーどこ行ったっていうかね、まあブルフラットどこ行ったみたいな感じでこうキョロキョロ探し回ってるんですよね。
そこでもう岸際タイトをすりつけるぐらいまでのところを投げてこう誘いをかけていくとまた反応してくれるんですね。ただねちょっとねこれはあの魚を興奮状態に持っていくためにすぐ抜くで背後から入れてよしこういう感じで食わせるっていうね、なんていうかまあじらしテクニックというかですね、一投目前のところあそこではですねこう目の前に持って行ってふって寄ってきたんですけど、そこではね食わせないで一回ルアーを抜くんですよね。なんていうのかな、ここら辺の、まあ、そのまま待った方がいいか、じらした方がいいか、はたまた抜いた方がいいかってのはもう、何回も何回もやってなんとなく直感を信じるっていう感じにはなってきちゃうんですけども、とにかく一回抜いて、でバスの背後に投げて背後からさーってこう目の前に同じね、またブルフラットがやってきたよ、岸際タイトだよって言ったらもうふって見てねガブってね食うっていう、こういうサイトのパターンだったんですけども、そんな時にまあこの重さ十分なんでまず飛距離はね稼げるので、ちょっと遠目に見つけたバスなんかにも的確なアプローチがしやすい。で入れた後はなんていうんですかね、こう上表層でこう表層の何かを探している感じのバスだったので、このノンソルトマテリアルの沈みが遅い特性がですね、非常に活かされて、こうバスのちょっとね気になる目線ちょい上のところのレンジキープがしやすかったね。あれがまあジグストであるとか、あとはライトテキサスだとこうちょっと重り先行でねこう沈んでいっちゃうんで、まあそれはそれで多分バスがこう追いかけていって食うみたいなこともできるんじゃないかなって思うんですけども、実はこの1匹を釣る前までねライトテキサスとか試してみていて、こう覆ってきてハムハムはするんですけども、ちょっとねバスのアベレージサイズが30センチ台とかちょっと小さかったのか、すっぽ抜けちゃうんですよね。だから、なんだろう、脳進化にして目視である程度まあ40アップ以上の大きさのやつを見つけることができればもしかしたら食わせられるんじゃないかななんていう感じでですね、試したところ、まあ今回はねバッチリ決まったということで、まあねこれね本当なんだろう、まだまだね1匹釣っただけなんで、これからいろいろなねリグに使ってみて、あとはヘビーキャローなんかでも使ってみたいなとか、従来のライトテキサスジグストの具にしたらどうなのかとかですね、いよいよね夏のこのギルクイバスが活発なシーズンになってますので、せっかくね手に入れたのでいろいろ試していきたいと思います。で使ったタックルに関して補足説明しておくと、まあこのねジーニアスプロジェクトの、ね、これリミテッドモデルですけども、ギア比が7のものですね。これまあちょっとこういうサイトで使うときはギア比が8のモデルね、ハイギアのものなんかの方がいいかもしれないんですけども、結構ねそのゆっくりな誘いも早い、まあ比較的自分の中で納得できる早いこう回収とかも達成できるので、ギア比7のものをなんだかんだ使うことが多くなっております。でラインはこれ16ポンドなんですけども、キムケンさんがねプロデュースしてるオルトロスっていうね、糸クロロカーボンラインこれをね一巻き入れてみて、でねまだ1回しか買っていないので、まあ今回もねそのまんま以前いつ巻いたかなっていうね動画で紹介した時に巻いた時のまま、その後釣りの大会なんかも出たんですけども、巻き替えることなく使っているんですけども、ちょうどいいしなやかさと、あと強度も落ちないし、本当ね使っていてまあ使いやすい糸だなぁなんて思うんで、またねもう一巻き買ってみようかなぁなんていう風に思っております。で竿がですねこれも最近ね入手したばかりのロデオクラフトの49のホワイトウルフ7.4 フィートの17ポンドクラスっていうねこういう竿をね最近使っているんですけども、制作者の松本さんに聞いたところ、17ポンドどんな釣りに使いますかって聞いたところですね、まさにライトテキサスとか自分の好きなねプルフラットで言えばライトテキサス、ジグストにはちょっとどうだろう、弱いかななんていう風におっしゃってましたけども、なんでねこれでねライトテキサスとかノーシンカーとか投げてみてるんですけども、非常に見た目よりねこれすごい軽い竿なんですよ。
で、竿先の入り方とか、はたまた魚がかかった時にね、あの45アップ近いバスとかもそのまんま怖くなく抜き上げられるバットパワーとかですね、あとはこういった太い針がしっかり合わせてね、フックセットが決まるっていうね、ここら辺がね、お気に入りで最近試してみているんですけども、まあ今回も大活躍でしたということで、で、針がですね、ガマカツのセオライズっていう針ですね。これ針先のここのところが短いんですけども、今回みたいに瞬間的にファッて食った時とかの、なんていうか、初期がかり、初期フックセットの性能が非常に高いような気がして、なんかね、ブルフラットとか、あとはスイムベイトとか使う時、あとはね、はたまた小さいサイズはですね、沈む虫なんかでも使ってみてるんですけども、非常にね、なんか使いやすい針なんで、まあ一つね、買ってみたらぜひね、試してみてくださいね。で、フックサイズに関してはね、これね、5番かそこらだったと思うんですけども、ちょっとね、あの5番、6番、4番とかを雰囲気に合わせてですね、使い分けてみておりますが、ここら辺の使い分けはね、またあの煮詰まってきたら動画なんかで説明していきたいな、なんていう風に思います。で、ブルフラットのノンソルトですね、これが従来の通常の塩が入っているブルフラット、これね、ちょっとね、重さ測っておきたいと思います。ノンソルトとそうじゃないのだとどんぐらい違いがあるのかな、なんていう感じで、ちょっとね、動画で調べておきたいと思いますよ。まずは従来のブルフラットですね、これが 27.2g って表示されてますね。 27.2g 覚えておいてくださいね。で、これがブルフラットノンソルトね、ちょっと両方針なしで測っておきたいと思いますよ。じゃあ 27.2g に対してノンソルトは何 g でしょうか。24.9 って表示されましたね。 24.9、 こっちが27.2 っていうことで、このね、およそ 2g ぐらいの差がものすごいね、まあ投げ心地は変わらないんだけども、水中での動きっていうのがね、格段に変わりますんでね。で、特になんかそのジグストとか、こう固定される釣りじゃなくてノーシンカーでね、投げ比べてみると、あ、全然違うな、こっちが悪いっていうわけじゃないんですけど、こっちはどちらかっていうとフォーリング主体で、スパイラルフォールとか、もしくはそのスパイラルフォールした後のパンパンってね、こう浮上アクションとかに反応がいい時は、やっぱ従来のこの神がかったアクションっていうのが絶対必要になってくるかと思うんですけども、ノンソルトに関しては本当ね、浮くんじゃないかっていうぐらいね、重い針乗っけても表層のレンジキープして、なかなかね、なかなか沈んでいかない。この特性を生かして、ちょっとバスの目線が上向いてんなーなんていう時はね、まあ、今回なんかもそんな感じでうまいこと釣れてくれたんで、ノンソルトね、一袋ボックスに入れておくと、バッグに入れておくと、あ、こういう時ノンソルトかなんていうね、使い分けとかできるんじゃないかなーなんて思いますので、ぜひね、試してみてください。というわけで、本日の釣り子 TV はですね、このブルフラットノンソルトの大好きな 4.8 インチサイズですね、これを買ったところいいバスが釣れたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。